浅田舞、浅田舞、浅田舞、1988年7月17日体は2000年代に活動していた日本のフィギュアスケート選手女子シングル。現役引退後はスポーツキャスター、タレントとして活動している。マネージメント事務所はイムグ東京女子フィギュアスケート選手の浅田舞は実舞。名古屋市立高新小学校、名古屋市立高張。 大中学校、東海学園高等学校卒業後、中京大学体育学部体育科学会進学。長い手足を生かした優雅な演技が持ち味で、それを生かしたスパイラルシークエンスが得意技とする。ジュニア時代は5種類の3回転ジャンプを飛べる数、少ない選手の一人として、当格をゲンタ。2002から2003シーズンには全日本ジュニア選手権と、 世界ジュニア選手権で3回転アクセルにも挑戦した。2004から2005シーズンの怪我からジャンプが不調になっている。また、2007から2008シーズンから厳格になった判定によりルッツはエラーエッジ判定を受けるようになった。2005年3月、第2回国際モードリオーディションをオリベでグランプリに選ばれ、およそ1年の間、モデルとしても活動。 2006年には所属していたホリプロを退所した。テレビのレポーターなどを務めることがあり、ゲットスポーツ、テレビ朝日系では、マイフォーカスとして、アスリートを紹介するコーナーを持っている。2010年9月12日の放送では、シンクロ選手の犬井幸子を特集。自ら競泳水着姿となり、シンクロの演技指導を受けた。2014年2月7日に放送された、解決エミチャンネル。 関西テレビで、普段はノーパン派であることや、自宅では、よれよれのズボンとよれよれの T シャツで、仕事以外の時は、化粧もしないことなどを告白した。趣味は読書、プライベートでも広島に遠征に行くこともある、広島東洋カーアップファン。中でも、荒井隆弘選手のファンを公言している。二0十六年九月十一日、フジテレビ系、スポーツライフヒロ S 出演時、前日、 9月10日、広島東洋カープのリーグ優勝を見届けに感染したことを翌日番組から荒井隆弘選手に伝えたところ、荒井隆弘選手がお礼のコメントを述べた。VTR 分け、嬉し涙を流し、最後は VTR をください。と語った。妹とはスケートツアーやテレビやイベントで数多く共演している。 7歳の時にスケートを始める。2001年まで、名刀フィギュアスケートクラブで、門野優子に指示。2001年からは、グランプリ、東海クラブの山田町子と、樋口美穂子の指導を受ける。2002から2003シーズンの全日本ジュニア選手権で2位となり、世界ジュニア選手権に出場。国際大会初出場ながら、予選2位。 フリーフリーでは3回転アクセルマイナス2回転、トーウープのコンビネーションジャンプを不完全ながら着氷し、総合4位入賞を果たした。2003から2004シーズン、ジュニアグランプリスロバキア大会で JGP 初優勝。世界ジュニア選手権では、試合直前に食当たりを起こしながらも2年連続の4位に入った。2004から2005シーズン、ノベヤマの練習中に、 他の選手と衝突し、顔を4針縫う怪我を負った。2006年からアメリカ・ロサンゼルスに練習拠点を移し、ラファエル・アルトゥニアンに指示。同年10月のキャンベルカップ団体戦でフリーを滑り、参考記録ながらパーソナルベストを大きく上回る103.27点を出した。この2006から2007シーズンから ISU グランプリシリーズに参戦した。 2007年にはコーチをナディアカナエはアルトゥニアンのアシスタントに変更。2007から2008シーズン、沢田明の欠場で急遽 NHK 杯に出場するが、浅田も風邪をひいており、会場練習ができないまま SP に臨むこととなった。フリーは熱が上がったため危険。全日本選手権では12位だった。2008年から拠点を名古屋に戻した。 オフシーズン中にジャンプが飛べなくなり、6月からホンダ、タケシの指導を受けて、立て直しを図る。全日本選手権では15位となり、それにより、2009年度ではシニア強化選手指定外にされる。中部フィギュアスケート選手権大会を棄権した後、フィギュアスケート競技会へは出場しておらず、フィギュアスケート競技と並行してのアイスショーやイベント等への出演。 スポーツ番組のコメンテーター、スポーツキャスター、レポーター、タレント等での活動となる。2014年2月のソチオリンピックでは、主にフィギュアスケートのコメンテーターとして、テレビ出演。女子シングル種目では、実枚のマオが SP でジャンプミスを連発し16位と大きく、出遅れしまいメダル絶望となったが、フリーでは女子で、 唯一三回転アクセルを成功させるなど3位と挽回し、総合で6位入賞を果たす。マオのフリー演技後、NHK の番組で、本当はマオに大丈夫だよって言ってあげたかったが、勝つを入れるためにあえて叱ったと涙ながらに告白していた。これまで引退について明確にしていなかったが、引退していることを話すようになっている。 過去のレギュラー以下のダイジェスト番組はロンドンオリンピック開催期間中2012年7月28日から8月12日に民放連加盟のラジオ局で1日数回にわたって放送楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。